もうそれに見えてしょうがないものを見ていきたいと思います。まずこちらですね、パソコンのフォルダのアイコンですね。こちらがね、楽屋に入る三河健一さんに見えるということで、確かにね、言われてみれば髪型もね、三河健一さんっぽくて、もう見れば見るほど三河健一さんですね。こちらどうやら三河健一さん本人も似ていると認めているそうで、ぜひ自分のパソコンでもね、三河健一さん見つけてみてはいかがでしょうか。次はこちらですね、きんに君がファイナルファンタジーのクラウドに見えるということで、こちらは見えますね。きんに君がね、肩に大剣を担いでるように見える。筋トレ一番効果的な時間帯はとね、サムネイルで言っているんですが、もしかしたらきんに君ファイナルファンタジーにね、出演していたのかもしれません。こちらのきんに君の動画 YouTube で60万再生以上されているんですが、ファイナルファンタジーの動画と間違えて見た人もいるかもしれません。次こちらですね、こちらマジック・ザ・ギャザリングというカードゲームですね。その忌まわしき光景という名前のカードですね。こちらの絵に酷似した写真があるということで、それがこちらですね。ちょっと情報量が多いで有名な画像なんですが、こちらと非常にね、似ているということで、まあ右手をね、広げていて、で、後ろで人が倒れているという構図がね、酷似していますね。もしかしたらこの田舎道ね、忌まわしき光景という土地名かもしれませんね。次こちらですね、本でね、ラーメンだったりつけ麺が紹介されていますね。こちらが銀河鉄道のメーテルに見えるということですね。もう金髪で黒い帽子かぶってるんで、もうこれは完全にメーテルですね。こちらのメーテルつけ麺は1日5杯限定って書いてますね。なのでメーテルが食べたい人は早めにね、行かなければいけませんね。次こちらですね、こちら拳ですね、右手の拳ですね。こちらの画像を下をね、ちょっとずつ切っていくと、このように温泉に浸かった女性に見えるという風になるということで、これはもう世紀の大発見ですね。もう素晴らしいノーベル賞です。もうこんなことね、あっていいのかと思うんですが、人の拳はね、温泉に浸かった女性になるということですね。もうぜひね、自分の拳でも温泉に浸かった女性生み出してみてはいかがでしょうか。じゃあこちらですね、こちらモナリザですね、有名な絵なんですが、なんかね、違和感があるぞと思って寄ってみると、こちらの左目ですね、こちらが目ではなく漫画のね、一コマになっています。こちらグラップラバキという漫画のレツカイオウというキャラクターの一コマ、こちらなんですが、これがなぜかモナリザの左目になっても違和感がないということで、もう人間の脳の認識はね、どうなってるんでしょうね。もしかしたらね、過去に見てきたモナリザも左目にね、レツカイオウが混ざっていた可能性も否定できませんね。でこちらですね、 JAL のロゴですね。こちらが鮭の切り身にしか見えないということで、まあ言われてみればこの JAL の A のところにね、かかっているこちらがね、鮭の切り身に見えなくもないですね。まあ色合いもね、似ているということで、このようにこの部分を鮭の切り身にしても違和感がね、あまりないということだそうです。ちなみに JAL は漁業会社ではなく航空会社ですね。念のために言っておきます。次こちらですね、パリコレのモデルさんですね。こちらがボボボボボボボに見えるということで、まあ、これはね、結構ストレートですね。黄色いね、アフロと青い服ということで、肩幅が大きいのもいいですね。まあ、パリコレはね、奇抜すぎてちょっとよくわからないファッションも見るんですが、まあ、そういったよくわからなさもボボボと似ているボボボとの共通点かもしれませんね。といった感じでね、もしかしたら普段見ているものもね、実は全く別のものなのにそれとね、認識しているのかもしれません。怖いですね。以上です。